この状態がすごいかなり貴重で、これまだエアマット膨らましてない状態なんだけど、ここ右側がビッグ、だいたいテーブルが12メートルくらい取ってて、で左側がミドルでテーブルが8メートル。うちのキッカーの良さは、あの両サイド、あの黒いとこあるんだけど、あれをステージを上げることによって、まああのちょっと恐怖心をなくす。だからエアーがない状態だとかなりでかく見えるけど、これでエアーマットを膨らますと恐怖心がすごいなくなるっていうか、だから本来だったらこっちの方来てもらえると分かるけど、このキッカーだけ見るとそんなにでかくないように見えるんだけど、本来はすごいとでかいキッカーなんですよ。フラットのボトムが本当はこのぐらいの高さだから、これぐらいの高さの、これがビッグですよ。でもエアーマットがここら辺まで膨らむから、まあ、だいぶ恐怖心がなく飛べるっていう。スモールからミドル、ミドルも同じように作ってるんだけど、スモールからミドル、ミドルからビッグっていうのを、まあ、スムーズに来やすいように恐怖心がなくして練習してもらおうっていう。ほんで、ここがフラット、ビッグのフラット12メートルここだけど、ここもフラットだけど、シャドウをつけて、ここは大体デコくらいなんだけど、この俺の大体目の高さと向こうのシャドウが一緒ぐらいだから、これぐらいのシャドウをつけた。だからまあフラットに落ちてもある程度衝撃を抑える。だから最初に飛んで遠くへ飛んでってもらうっていう感じですかね。ジャンプ終わって少し階段登ってもらえると、まあきつくないシャドウでぐわーってハイクアップができる。これが千葉キングスの作りです。12メートル割にアプローチがすごい短いと思うんだけど、まあ、こうすごい短いアプローチで飛距離を出すっていう、そういうのを考えて、やっぱ無駄に長くしないようにスムーズな勾配でビューって上がってって飛んで、もう G は最後のリップ手前に G がかかるように、だそこをいかに G を吸収して抜くっていう。そしたら変にオールイーをパーンって蹴らなくてもカンってスイッチ入って回せたり、まあ誰でもこうスムーズに飛べるように作ってあるから、かなり飛びやすいと思うし、ミドルはミドルでまた本当スムーズにちょっと落ち系のが楽しめる。スモール、そしてフリーランコース、だいたい30メートルぐらいあるかな向こうは。あそこでしっかりブラシの練習してもらって、ポジショニングっていうかね、板の上にしっかり乗ってターンするっていうのを練習してもらえればいいと思います。でスモールもただ単にちっちゃいジャンプじゃなくて、しっかりあの横幅も3600取って、ビッグとうちのビッグとミドルと同じ幅の取って、まあ、ちょっとブラシの幅は狭くしてるけど横取りしないように、でこうちょっとスモールの、初心者の人が練習してもらうっていうのもあるし、あとは例えばこっちでまだスイッチ入れないっていう人の抜けの練習のために、まあ、ちゃんとアールもしっかり作ってあるから、そうやってやって、まあこのスモールでも初心者から中級者までこうちゃんと練習できるように作ってあります。ジャンプ施設だけど、もうそれこそね、スノーボードほとんどしたことないっていう人もぜひ来てもらいたいな。そういう人こそやっぱりしっかり通ってもらえれば絶対うまくしますし、うちらもうちのスタッフみんなプロライダーなんで、しっかり教えて安全にスノーボードを楽しんでもらえるようにしたいから、ぜひスノーボードしたことない人でも来てもらいたいなっていう気持ちで作ってます。
ハムにアタックしてたね。あの飛びすぎなとかちゃんとランディングを気にしてこけないとハムの餌食になりますから。終わった。芝のボーンレスハムです。